うるうい川は、静岡県富士宮市及び、富士市を流れる富士川水系の一級河川。うるう、い川第三発電所と、龍岩を淵静,静岡県富士宮市上遺で付近に、源を発し深い谷を作りながら、芝川より取水した大井水、足取川、風祭り川を合わせ南流し、大中里地区から流路を東に変える。この辺りより、下川、清水川、 神戸川、吉馬池などの湧水河川が複数流入し、水量が一気に増える。神田川と合流して、すぐに星山放水路との分岐点がある。なお、普段は放水されていない。その直後に、王子製紙富士工場の潤井川第一発電所に取水され水量は落ちる。その約 2km 下流で湯沢川が合流し、さらに再び本流の水が戻ることで水量が豊かと、 なる。富士市に入ると、天馬地区で、高岡、吉原用水に取水、天馬沢川を合流。岩本地区で、ボンプ川と合流すると同時に、富士早川、下堀川等に分流し、市の中西部を潤している。本流は、富士早川に分流したあたりから徐々に流路を南東に変え、小潤川に分流し、やがて、田子の浦港へ注ぐ。流域には、 富士フ,フィルム、富士宮工場や、旭化成、王子製紙などの複数の製紙会社など工場が多い。田子の浦港のできる以前は沼川の支流であった。現在の川口付近には、西伊豆フェリーの乗り場があった。桜並木と富士山をセットとした継承地としても知られ、潤井川桜並木の地点名で、環境省公開の富士山がある風景百選に選定されている。 西側の長蛇が竹から望む富士山西面の大沢川の源流となる大沢崩れ源流部は大沢崩れを源とする大沢川と呼ばれ普段は水が枯れている上流域は現在でも芝川から取水した溶水や生活排水が流れ込むことで形態を成しているため水量が少なく以前は富士宮市の大中里地区を流れるあたりまでは気活川と呼ばれた そして、そこから下流を、うるうい川としていた。上流部には、日蓮昌州総本山大石寺の境内を流れる、区間があり、その周辺では後藤川とも呼ばれている。なお、大石寺境内を通る国道469号の、旧剣道時代からの橋である大石橋と、玄国道の龍門橋との間には、大石滝と呼ばれる滝がある。富士山南独の富士宮市。 富士市一帯には富士山と赤夜姫伝説を結びつけた富士山演技が伝わり、その中にうるうい川が登場する。富士宮市の村山浅間神社に伝わる富士山演技には以下の内容が示されている。富士山麓に住む老夫婦が竹の中から赤夜姫を発見、その子は大人に成長した。一方、時の帝は、 美しい女性を探すために全国に直使を派遣していたため、この地方にも直使は訪れていた。その直使が老夫婦の家に宿を取ったところ、赤い夜姫の存在を知り、帝へ伝わるところとなった。しかし赤、夜姫は直命を断り富士山へ登り、姿を消してしまった。これを地元の人々が悲しみ涙したところが、憂え、涙側であったという内容である。 1974年に、星山放水路改削。大沢崩れからの土石流にたびたび苦しめられてきた、下流域での水害を防ぐため、藤川への放水路を改削した。台風や大雨に伴ううるい川の増水時に、藤川へ放水することで、下流域での水害は大幅に減少した。これに伴いうるい,い川を含めた、沼川水系全域を、 富士川水系に編入した。水源のない上流域は生活排水のため水質が良いとは言えないが、富士宮の青木地内で芝川より取水した大井川、市街地付近で下川、清水川、逆さ川、神戸川、神田川などの湧水河川が流れ込むことで水質が改善される。富士宮市街の区間では山目、アマゴ。 ニジマスなどが放流されており、静岡県東部有数の渓流釣り場である。その他にコイも放流されている。富士の宮市内での魚類の天然生息はわずかで、アブラハヤなど。かつては、ウナギの素上もあったという。富士市に入ると、マルタウグイやアユの素上も見られる。ありがとうございます。